さあ、アカメアマガエルの。おお、すぐに落としちゃう。お、プクちゃん？お、プクちゃん？プクちゃん食べた？めっちゃでかいやつ最初見えたで、あれ。大人用の。豆太郎が食べました。アカメアマガエルの裏にね、メロンも来てます。ほら、メロンが顔出した。アカメアマガエル、おお、来た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 。餌やりに気づきましたね、メロンが。さあ、続きまして、トサーカ。トサーカが食べた。消化がしづらいっていうのがちょっとね、デメリットとしては挙げられます。さあ、次はね、チャカメロン。どっち？チャカメロン。お、メロン、ちょうどよかったかもしれない。今のめちゃくちゃでかかったよね。メロンの体だったらちょうどいいぐらい。チャさん、あんた順番待ってお利口やったね。チャちゃん、チャちゃん、チャちゃん、よしよし。最後まで順番をね、待ったチャさん。おお、すっごい豆だろ今。アカメアマガエルの顎の下ぐらいをビューンって。アカメアマガエルのところに結構集まってきてくれました。ありがとう、みんな、ありがとう。アカメアマガエルの脇腹に取れてみよう。おお、すごい、捕まえた。トサカ。おお。あ、豆太郎が。おお。あ、豆太郎がアカメアマガエルの懐に入って、まだ食えるのならちょっとこの辺に下ろそうか。おお、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 チャギャエル、チャーさんが食べた。あ、こっち見たろ、こっち見たろ、チャーさん、お利口さんや。メロンの方なんか切ないね、トロンとした。メロンもほい、食べな。お、メロンゆっくりと食べましたね。メロンゆっくりと確実にこう捕食しましたね。落ち着いて、さすがボス、魔王と言われてます。おお、メロンと仲のいい空豆がなんかちょっと怒った。みんなまだ食べれますか？チャーさんの背中に。こうなると空豆がちょっと物足りんでしょうね。空豆さん、よしよしよし、でかいよ。12月末ぐらいだったかな。大きなヒーターをね、視聴者様からいただきまして、やっとコオロギの飼育水槽にもヒーターを設置したら、ね、めちゃくちゃ育つの早い。もう餌をね、今めちゃくちゃ減らしてます。嬉しいことにね。ちょっと遠くからのね、映像も撮っていきましょうか。あ、チャーさんがすぐに食べた。どんだけ腹減っとったの？めっちゃでかいよ、このゴルギ。もうさすがに豆太郎もお腹いっぱいか。今、チャガエルとソラマメのね、お尻らへんにいるんですけど。もうちょっと食べないですね。お腹ほぐれたか、みんな。久々に満腹になったな。なんかまだチャーさんこっち見とるな。おお、
死んだふりしとったコオロギは逃げてった。あ、でもチャーさんの動かんか。飛びつくほどはお腹空いてないよってことですね。あ、プクまだ食えるの。めっちゃでかいの食える。お豆だろう、お豆だろ、豆だろ、豆だろ、豆だろ。まだ食えるんか。あげるよ、まだあるよ、まだ食べれるなら、ほい。豆太郎の食べ方今可愛かった。プクと一瞬ぶつかりそうになってプクの顔を撫でる感じでペタ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 。メロンと赤目アマガエル。おお、プクが賑やかですね。なんかいいな。お豆ちゃんまだ食べたいならこれ。ほら、豆たらどうした。パンダちゃん、え、ほい、パンダ、こいこい、おー、パンダこい、パンダちゃん、え、よしよし、よしよしよし、よしよし。まだ豆太郎の背中なんです。豆太郎いい人だって前紹介したのに。よしよしよし、よし。仲良くなれるで、豆太郎とも。パンダ降りんの？パンダを中心に竹にプクちゃん、アカメアマガエルの頭にメロン。やっぱちっちゃいですねパンダはね。大きさ比較やっとできました。まだこの大きさなのでね、大人水槽、こっちの水槽にね、入れるのをちょっとまだ検討中です。分けて育ててます。今上に避難しちゃった。豆太郎もアカメアマガエルの足に乗った。メロンは一歩も動かんない、あの頂点から。うん、やっぱボスの風格ですね。なんかね、もう素質ですかね。豆太郎はただ単にね、餌を探してるだけだと思います。メロン、丸い形でなんか馴染んどるな、赤目アマガエルのフィギュアに。画面の右側、チャーさんはね、早くもね、竹の水場の方にね、戻っていきました。また出てくるかもな。ちょっとこっちの方見てるかな。ちょっとみんな落ち着いたかな。プクもお腹いっぱいだと思う今日は。豆太郎だけがまだ欲しいみたいな顔でね、ずっと見とるわ。最後逃げてた一匹をね、チャーさん取り合ってね、負けたんですよ豆太郎。な、食べられたな。